マクシミリアン三世以本、エスター・ライヒは、前方オーストリア大公。1585年以降ドイツ騎士団総長を、務めた。新生ローマ皇帝マクシミリアン二世と、皇后、マリアの四、男として、ビーナーノイシュタットで生まれた。マクシミリアンは、父方の祖母アンナ・ヤギエロを通じて、ポーランドのヤギエオ家の血を引いていた。1587年。 ポーランド王ステファン・バートリの死去に伴い、国王自由選挙が行われるにあたり、マクシミリアンは立候補した。他の立候補者には、ポーランド王、ジグムント一世の孫である、スウェーデン王シギスムンドがおり、ポーランド王女カタジナを母に持つことからジグムンドが、国王に選ばれた。この結果を不服としたマクシミリアンは武力をもって、選挙結果を無効にしようとし、 ポーランド継承戦争を起こした。しかし、マクシミリアンは、ジグムンと三世を支持するヘトマン、ヤンザモイスキの軍にビチナの戦いで敗北した。マクシミリアンは身柄を拘束され、ローマ教皇シクストゥス五世への仲介後すぐ釈放された。1589年、彼は、ポーランド王位の請求権を放棄した。この一件で、実刑ルドルフ二世の対惰が明らかになり、 ルドルフ自身の評判を悪くした。1593年から1595年まで、マクシミリアンは、チロルの領主となった重帝、フェルディナント大公の摂政を務めた。彼は、守備一貫して、反宗教改革の支持者であった。マクシミリアンは、ウィーン司教、メルヒオルクレスルを免職させ、フェルディナントを皇帝に、即位させるのにも奔走した。 マクシミリアンの最も有名な伝承はバロック様式の太鼓館である。オーストリア大公ルドルフ4世が最初に被っていたことで知られる形の冠でマクシミリアンが作らせた太鼓館はクロスターノイブルク修道院で展示されている。マクシミリアン3世本エスターライヒ。ありがとうございます。